なんか嵐が来たらしいですね。グラウンドブレーカーとかいう ID で、でそれとはまた別に村人が増えすぎてるっていう問題もあるっていう話なんですが、これをどうにかするっていう話も聞いてたんですけど、今のところはとりあえずこのままに今なってますね。待って、原因の一つ確実に俺じゃねえか。はい、どうもアンダーソンです。今日も京都でマグ兄弟サーバーに遊びに来ております。前回ね、この後ろのね家をね建ててる途中でした。このアングルだけで見るとね、なんかもうちゃんとというか外観だけは完成してるっぽく見えるんですけど、上ねもうまだガラス張っておりません。ガラスをね、砂が必要なんですけど、ここにある足元にある大量の砂を使うわけにいかないのでね、砂を取りに行かなきゃいけないんですね。で、あそこを潜って頑張って掘ってたんですけど、それもまあ限界があるということでね、とりあえずね砂を掘りに行くところから始めようと思います。で、ここの人たち、兄弟たちがみんなやっぱり村人いると自分たちの都合で増やしちゃうんで、重くなるっていうことでね、何か措置をされるっていう話がちょっとあったんですけど、今のところないみたいなんで、この人たちがいる間にね、エメと鉄をたっぷり稼いでおこうという、そういうこともしておこうと思います。さて、ですね、さっきも言った通りね、この周りの砂がね徐々に掘れにくくなってきているので、例の別にあそこからは多分動けねえんだろうな、例のあれですね、ダークオークとかを取りに行った林にあった小島とか、あの周辺にある砂をちょっとね取ってきて、それらを焼いた上で増やしていくっていう感じにしようと思います。あの周辺ね、もしかしたら砂漠じゃなくても天然のビーチがあると思うんですよ。私が着いた島は第1回のサムネとか見ていただいたら分かるんですけど、全然砂浜じゃなかったですからね。自前で砂浜っぽくしたっていう、見えてきましたね。あの周りにちょろっと砂があるんですよね。ドアを置かなくても掘れるところだけ軽く掘って、で砂をいただいてですね、自分家のこともあるんですけど、牛さん焼き機も作ろうと思ってるんで、あの牛さん焼き機をね作ろうと思うとね、やっぱり正面側にガラスが欲しいんでね、これで大方掘ったね。で、無限水源にまた戻ってったんで、この周りのね陸から掘ってとこですよね、一番楽なのはね。考えてみたらね、ここでね何をしようという目的が実はないことに気がついたんですよ。カズクラさんのリソースを入れたカズ村人さんとやったら、オーシャンブロックは一応エンドラ討伐してやったーで終わろうと思ってはいるんですよ。エンドラ討伐以外でも目標はあるっちゃあるんで、それらを継続してちょいちょいやってもいいかなとは思ってるんですけど、シリーズとしては一旦第1部完という形でね、エンドラを倒して終わろうと思ってるんですよね。で、今ちょっと手の怪我をした関係で頻度を上げれないからっていうことで、自分のワールドを停止してるんですけど、あそこもまあ主目的はエンドラ討伐ですよね。で、エンドラを討伐してその後もまたいろいろやろうと思ってたんですけど、ここの場合はもうエンドラ討伐って兄弟みんなで月地でやるみたいな流れに多分なってるんですよ。で、それに参加するのももちろん楽しいので、もしね自分が参加できるタイミングでやられているようであれば、私も参加したいとは思ってるんですけど、それは最終目的にはなり得ない。で、ここで私ができるそのゲーム的なエンドではない最終目的って何だろうなと思ったらですね、一個ねだといえばあったんですよ。私今の自分のサーバーのワールドですね、あれ1.9 にバージョンアップするときに前あったワールド壊れちゃったんで新しくしてるんですね。で、新しくしたときに新しくしてもしょうがなかろうとは思ってはいたんですけど、1個だけね未練のあるものがあったんですよ。それがねエンドクリスタルシップです。エンド要塞をね色付きのガラスでねちょっと作ってみたんですね。再現度は非常に低かったんですけど、見た目すごく綺麗だったんでめっちゃ気に入ってたんですよ。
それがなくなったのだけは痛恨事でしてね。なのでね、ちょっと、まあ、他のね兄弟の皆さんのスーパー建築なんかと比べたら比べるべくもないんですけど、せっかくなんでここでもねそれをちょっとやりたいと思ったわけです。でまあ最低限ガラスいっぱい必要なんで、ちょっと砂を、まあ、多めに集めた方がいいのかなっていうのはあります。あれ、なんかある、誰かのテストなんだろうな。あ、いた。これね、もう誰かが来てる痕跡があるんですよ。なのでちょっともう、ね、あそこにタイマー刺してあるんで、どなたかのものなんだろうから、ちょっと取らないようにしようと思います。これ砂、この下を崩させてもらって、で、代わりにちょっとプティを置いて、自分に必要なものはもうぼちぼち集まったかなっていう気がするんでね、今回のね、あれでエンドクリスタルシップをね、前に作った時にね、アホほど色付きのガラスを取ったんですね。あそこはいいことにしようか。で、一番苦労したのが紫の染料なんですよ。あれね、赤い染料とね、ラピスラズリを混ぜなきゃ作れないんですね。羊使いが出してくれるんですけど、確率があんまり高くないんですよ。赤い染料は今の、 村人の措置がどういう形になるかわからないですけど、今のまんまいけるんであれば、村人たちがね呼んでくれるんで。沈没船初めて見た気がする。あれ、知らんとこ来たね。え、あ、違う方向に俺来たんか。なんで沈没船見るのも初めてだからな。で、作業台があるってことはもう誰か来てるんだな。え、いきなり迷子になったけど、どうしよう。ぬるくら、やっとなんか向かいたいところに向かえる気がするな。派手な迷子やったで、ほんま。この辺、あ、見えた。やっと帰ってきたで。なんちゅう旅じゃん。あ、そうそう、裏でね、ちょっとね、下をね、ちょっとした湧き潰しもしたりしてます。村人も今以上には増えないはずなんですよ。ああ、皆の衆、やっと帰ってきたで。心配かけたな。しちゃおらんて。こっちの仲間とでも木炭が足りないのかな。木炭もね、大量に置けるようになったんでね。さあ、そんじゃ、それはともかくですよ。何しとん。とりあえずね、ガラス手に入りましたので、これを板ガラスにしまいます。で、染料を使って、やっと本題の建築だよ。やどいてどいて。よし、ガラスあるぞ、頑張るぞ。絶対32枚じゃ足んないよね。はい、私が使ってるシェーダーを入れると風景はこんな感じになります。しゃがむとなんかズームされる、なんか映画みたいですね。で、建物がどういう風になってるかというと、ドーン、何も変わってなく見えるっすね。それはしょうがないっすね。一応まだ貼ったんですよ。窓ガラスを貼ったのは貼ったんですが、本当に何もやってないみたいに、窓が黒だからなんでしょうね。ベッドがあるだけの寂しい部屋です。で、上に畑があるので水漏れをしておりますが、あー、この風景いいな、悪くねえな。アコードランドの巣ですね。そして上からの眺め、あー、これもいいな。素晴らしいロケーションですね。村人たちが働いてますね。ちょっと肉屋はちょっと廃業させないと。あれ、羊毛使いにしたいと思います。羊毛をね、枯れるところ知ってるんで、今度は迷子にならないようにしなきゃね。ぬるくら、はい、というわけでね、落成した新居からさよならを させていただこうと思います。今までとね違うのはね、形こそ一緒なんですけど、柱がね妙な
かかり方をしているのを補正したっていうのはやっぱり一番でかかったですね。でやったのは前回なんですけどね、それね今日やったのはね、砂掘ってガラス貼っただけなんですよ。で本当は内装もやろうと思ってたんですけど、ご存知の通り迷子になっておりまして、そういうところではございませんでした。内装もね、また裏の方でね、ちょろちょろっとやっておこうと思いますし、でここだけじゃなくてね、ここ自体もね、いろいろ湧いちゃう可能性があるんでね、照明はちょっとやろうと思います。鉄がね、たくさんあるんで、あそこにまた鉄湧いてますけどね鉄言うてれば鉄たくさんあるんで、今のうちにね、ランタンとかやって鉄稼いで置かないと。村人の処理がね、今どうなるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、もしかしたらいなくなっちゃう可能性があるんで、その場合はもう自分で掘れるものを掘るしかない状態になっちゃうんで、その前に稼ぐだけ稼いでおこうと思います。それではね、今日のところはこれで終了させていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、カズクラさんとね、やるオーシャンブロックとか、その他私自身のワールドで、マイクラ以外のゲームとかね、でゲーム以外のコンテンツも私のチャンネルにはたくさんございますので、よろしければチャンネル登録等としていただいて、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。危ないよそれでは今日のところはこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。急に暗くなった、急に。